ねえ、エイジ君、放課後私たちとカラオケ行かない？あ、いいね。でもごめん、今日は人と約束があってさ。そうなの？エイジ君は人気者だからな。よかったらまた誘ってよ。俺はエイジ、人は俺のことを陽キャの王と呼ぶ。女子にモテるのは言うまでもなく、男友達も多く、ただ黙っているだけで人が寄ってくる。平日も休日も予定はびっしり。 SNS のフォロワーは高校入学後あっという間に5桁を超え、その後も増え続けている。ほんとどうなってるんだ。中学時代はパッとしない陰キャだった俺が陽キャと認識されるなんて。俺はただ好きなアニメキャラの真似をしてるだけなのに。それは中3の春休みにハマったアニメの主人公、陽キャでイケメンのその主人公が通っている高校の制服が今の学校のものと似ていた。これはタイミング的に神がやれと言っているのか？そのため髪型を含め見た目を真似してみたところ、あ、B 組のエイジ君だ、かっこいいな。いや、こっち見た。今じゃちょっと笑顔を浮かべただけでこれだもんな。親の仕事の都合で県外の高校に進学したから、中学時代の俺を知っている生徒は一人もいない。だから今のところボロは出ていないけど、今日が高校に入って最初の山かもしれないな。待ち合わせしてんのかな。今日もめちゃめちゃ可愛いな。静香さん、待たせちゃったかな。別に、私も今来たところだから。静香さんは正真正銘の陽キャ女子。俺みたいな偽物とは訳が違う。ファッション雑誌にも載ったことがある彼女は入学直後から何かと騒がれていた。うちの学校の女子はみんな静香さんのファッションやメイクを参考にしているという話だ。今日もクールだな。そしてとてつもなく可愛い。まさか静香さんとデートすることになるなんて。今日はごめんね、迷惑だったんじゃない？エイジ君が謝ることじゃないわ。そうかもしれないけど、実は俺たちがデートすることになったのは周りの友人たちに囃し立てられたせいだ。お似合いだとか付き合っちゃえばとか以前から言われることがあって、今まで笑って流してたんだけど、そうしたら今度は不仲説が浮上し始め。学園一同士お似合いじゃんよ、なんで付き合わねえの？俺なんかじゃ釣り合わないって。マジマジ、マジで勘弁してくれ。勝手なものよね。デートするって周りに話した途端、不仲説は嘘だったってまた騒ぎ始めて。でも不仲説が断ち切れになってよかったよ。どっちかっていうと静香さんの方が悪者扱いされてる感じだったし。あなたがデートしようって提案してくれたおかげよ、ありがとう。よかった、思ったより好意的だ。あとはいつものようにキャラを演じていれば俺が陰キャだってバレることはないだろう。いや、相手は本物の陽キャだ。油断は禁物。じゃあまた雑誌に載るんだ、楽しみだな。楽しみってまさか買ったりしないわよね。買うつもりだし、なんなら前の雑誌も買って読んでるから。上品なコーディネートで可愛かったよ。そうなの、買ったんだ。今のは押してよかったみたいだな。しかしキャラを演じるのって結構楽だな。本当の自分じゃないからかな、歯が浮くようなことを言っても不思議と大して恥ずかしくないんだよな。わははは。そういうエイジ君もスナップが一度雑誌に載ったことあるでしょ？俺なんて大したことないよ。載った写真も小さかったし、実際大したことない。俺なんてまがいものの陽キャだし。お、来期の注目アニメだと。危ない、あまり見てるとオタクだって勘ぐられる。ん？看板見てる。もしかして静香さんってアニメ好きなの？え？熱心に見てたから興味あるのかと思って。僕まれに気になるアニメがあったらってくらいかしら。へえ、そうなんだ。実はオタクに寛容だったりしないかな。もしそうなら今後話しやすくなるし、ワンチャン付き合えたりとか。なんて、静香さんは陽キャの女王だ。この人と付き合いたいなんておこがましいにも程があるよな。俺は女子と付き合ったことがない。今では黙っているだけで女子が寄ってくるので
ある意味選び放題ではあるんだけど、付き合えば自分の本性が相手にバレるかもしれない。それが怖くて俺は女子からの告白をことごとく断っている。静香さん大丈夫？ええ、よろけただけだからありがとう。あれ、そのブックレットってさっきの看板のアニメの？これは違うの。さっきエイジ君がお手洗いに行っている間に配られてたのをもらっただけで。いや、違う。あれは原作の漫画についてくる特典だ。マイナーなオタク雑誌の漫画だから、アニメ前から買ってる人は相当なオタク。そのブックレットの表紙って確かアニメの原画家さんの書き下ろしだよね。ネットで話題になったから覚えてる。っていうか俺も持ってるし。え、持ってるって、もしかしてエイジ君って。多分静香さんが思ってる通り、漫画とかアニメのオタク？静香さんもだよね。はい、バレちゃった。しかもエイジ君に。恥ずかしいよ。いや、まあ俺もオタクだからさ。オタクだけど陽キャなんでしょ？趣味が多彩ってだけで。誤解だよ。俺中学時代はめちゃくちゃ陰キャだったし。え？その好きなアニメキャラの真似してみたら陽キャだってなぜか認識されちゃってさ。めっちゃ痛いよね。中二病かっての。そんなことない。私も同じだから。同じ？私すごく引っ込み思案で、自分を変えたくて憧れのアニメキャラを演じてるの。強気でクールで、私にないものを持っている女の子を。自分を変えたくて。その言葉は俺の胸に強く響いた。陰キャだった中学時代、ずっとうつむいて過ごしていたから。俺たち実は似た者同士だったんだね。っていうかすごい偶然だよね。お互いアニメキャラの真似してたとか。そうだね。じゃあさ、これからは困ったことがあったら気軽に相談してよ。お互い今更キャラを変えるわけにはいかないし。頼りにしていいのかな？もちろん。ちなみに静香さんが真似してるのって、去年話題になった少女漫画が原作の主人公だったりする？そういうエイジ君の方は春アニメのラノベが原作のラブコメの主人公だよね。そうそう、よくわかったね。かなりマイナーなのに。エイジ君だって。こうして俺たちは同盟を結んだ。表向きは陽キャだけど、中身はオタク。そんなみんなが知らない秘密を俺たちは共有することになった。それから俺たちはお互いをフォローし合いながら、俺は陽キャの王として、静香さんは陽キャの女王として、校内での立場を守り続けた。しかし、ある日の放課後、静香さん、遅いな。今日は静香さんとデートをする日。一度デートして以来、周りは俺たちがそのうちくっつくんじゃないかと噂している。だけど、俺たちが二人で会っているのは主に情報交換のため、デートのふりをしているだけなのだ。来期の新アニメ熱いですよね。わかる。静香さんの前では素でいられるから、すごい楽なんだよな。それに素の静香さんって、すごく可愛いし。って、ほんと遅いな。連絡もないし、まだ校内にいるのかな。だから興味ないって言ってるじゃない。いいじゃねえか、デートの一回くらい。あの男子は隣のクラスの、確かボクシング部のエースだ。イケメンだけど女癖が悪いって噂を聞いたことがある。なあ、もしかして噂通りエイジと付き合ってんのか？付き合ってはないわ。それにあなたには関係ないでしょ。んだよ、だったらいいじゃねえか。やめて。急に弱気になったな。いいじゃんその顔。やめろよ、静香さん嫌がってるだろ。おっと、王子様の登場か。いや、王様だっけ。まあ何でもいいけどよ。俺、お前みたいなやつ大嫌いなんだわ。だからなんだよ、
喧嘩でもするのか。おいおい、ボクシングやってる俺を挑発するなんて、お前バカかよ。こいつ、なんだこの腕力、離れねえ。本気でやり合うなら受けて立つけど、どうする。ちっ、覚えてろよ。静香さん、大丈夫？うん、エイジ君ってすごいね。あんな強そうな人を追い返しちゃうなんて。何か格闘技とかやってるの？中学の時、あるアニメキャラの影響で空手道場に通ってたことが。あと別のアニメだけど、やっぱり影響されて筋トレに励んだりとか。あ、何のアニメかわかるかも。どっちも有名な作品だよね。さすが静香さん。あの頃の俺は黒歴史を刻みまくってたからな。まあ今も大して変わらないけど。でもエイジ君は私と違ってなりたい自分になれてると思うな。そうかな。みんな本当の俺を知ったら幻滅すると思うけど。そんなことない。エイジ君はかっこいいよ。誰が何と言おうと私にとっては王子様みたいな人だから。ありがとう、静香さん。あの、エイジ君、この後ん？私とデートしてくれませんか？もともとその予定だったと思うけど。今までのは不利だったでしょ。不仲だって思われないようにするための。つまり本気のデートってこと？うん、俺もしたいから。誘ってくれてありがとう。デートしよう。言い忘れてたけど、さっきは助けてくれてありがとう。気にしなくていいよ。俺たち同盟結んでるんだし。でも私、助けられてばかりだから。エイジ君、私自分を変えてみせるから。そしたらその時は。その時は？今は内緒。同志であり、オタク友達でもある静香さんと恋人同士になるのは随分先のことになる。今はまだお互い自分に自信がない陰キャだけど、いつか本物の陽キャに。そんな夢を抱き、俺たちは今日も陽キャを演じる。俺もみんなに本当の自分を見せる勇気はない。でも静香さんと一緒に、いつか必ず。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。